寝屋川市立南小学校は大阪府寝屋川市劇場町にある公立小学校。寝屋川市では一番歴史の古い小学校である。明治時代初期に当時の笹サラ堀ホ村に開設された堀高合学校に起源を持つ。寝屋川市で最初に設置された小学校でもある。堀高合学校は当時の笹サラ19カ村を校区とし、地域内に 複数の文庫が設置されていた。現在の寝屋川市立東小学校、市条縄手市立市条縄手小学校、市条縄手市立田原小学校は、いずれも、堀高校学校の文庫を起源としている。当時の寝屋川村にあったことから、公明は長い間寝屋川小学校と名乗っていた。その後寝屋川村と周辺の村が合併して、寝屋川町が発足した際、新たな寝屋川町には、 複数の小学校があったことから、南小学校と解消している。1960年代後半には、児童数が急増し、従来の校区の一部を周辺の新設校へ分離している。以前は、寝屋川市立第七中学校の場所に校舎を設置していたが、1973年に第七中学校と学校敷地を入れ替える形で、 旧第7中学校敷地の現在地に移転した。卒業生は基本的に寝屋川市立第7中学校に進学する。ありがとうございます。